こんにちは。こんにちは。今日もハッピー先生と楽しい時間を過ごしております。幸子さんと楽しくしてます。いや、不思議なんですけど、今もお話ししたんですけど、なんかね、11時とか11時半に待ち合わせして、お店に行って、座って、面と向かって、料理が来るまで話すじゃないですか。そしたら、その、智子さんのワクワクした気持ちが、だーってこう自分に伝染するのが分かるんですよ。本当に波だよ、ね、本当です。波動かな、ね、波のような。自分の波動はまあ持ってたとしても、そのさらに高い波動が来ると分かるんですよ。あの低い波動も分かるんですけど、ああ来ないで来ないでって思うのもあるけど、いやめっちゃ高いのがこう流れいるみたいな。そしたらほんと数分後にはね、ワクワクしちゃうんですよ。で、智子さんと同じように、一緒に来た、キャンマーみたいな、ワクワクするっていう。私、これをね、自分で感じられたときに、自分が若い頃には分からなかったかもしれないなと。今のこの60過ぎて、なんか人生って大切だよなとか、やっぱり自分の人生楽しんでいきたいなって思ってきたときに、その、ことが分かってきらしたっていう、なんかそれがね、なんか嬉しいですよね。そうと、そういうことを、だから今若いね、私たちの若い人たちが早く分かれば、もうめっちゃ活用できますよ。幸せですね。本当にすごいですよ。私たちの年代の時にはもっとすごいですよ。で、さっき母のことも話したし、母が82歳ですよ、母にいますよ、一人暮らしになりまして、父がいなくなって、お母さんすごいじゃない、あなたの体験ってって、戦争の当時幼かったのが、これがね、こうどんどん進化していったわけですよ、こう世の中も。で、これから平成ね、令和に来て、で、この今から電子、携帯も、固定電話ない時から固定電話来て、携帯になって、誰でもスマホを持てるようになって、小さい子たちでもね、こうできるのを見て、すごいよね、みたいな。で、もっと長生きしないって。そしたら、わからんよ。宇宙人に会うかもしれない。UFO が降りてくるかもしれない。でも、ロボットとかも確実に進化してるわけで、で、さっきの車のことでもそうだし、いろんなことが進化を見れるよ、みたいな。話を言うんですよ。ただ、うちの母がそういうことを体験したら、私たちはずれてまたすごいんですよ。で、私たちの今度は孫が、ね、私だったら2歳の子がいるけど、100歳になった時には、ね、98年後ですよ。すごい。どうなってるんですか？だったら、それのちょっと一部分でも見たいじゃないですか。だから、やっぱり自分が精神的にも心からも元気でいることが、細胞にもいいから、やっぱり自分をこう気持ちよくさせるっていうことも健康につながると思うんですよね。本当そうですね。こんな話とか、もう今日も暖かくてね、天気がいいよね、もう植物がキラキラしてるよね、みたいな話ばっかりしている人たちが集まったら、最高の幸せですよ。もうこれ美味しいよね、とかね。なんか、普通のことがありがたいよね、みたいな話にしたったら、みんながもうね、ニコニコじゃないですか。そういう意味で年を取っていくのにもやっぱどんな毎日を過ごすかって大事であって、大事ですね。だから母をエネルギーをバンと上げるために私はそういう話をしたんですよ、結局は。お母さんはすごいねみたいなことですよ。お年の方もすごいですよ、いろんな体験をしてきて、時代をね、そう経験してね。でも確実にみんな若いから、若くずれてるじゃないですか、昔からなんか10歳ぐらい若くなってるから、きっと私たちが80代の時は70代のようななるかもしれない。本当で、ね、でもっと若い人たちはもっと若く見えなるでしょうから、せっかく生きてるならね、本当に、体も健康で心も健康が、ベストですよね。ですよね。なんかよく人のためにって一生懸命頑張ってる人たくさんいらっしゃると思うんですけど、順番を変えただけなんですよね。人のため一番を二番にして、一番をその自分が楽しむ、自分を大事にするってしたら、こうやってハッピー先生のように会って2、3分でそのハッピー先生のいいエネルギーがその周りの人をこう、あら、なんか楽し
楽しいの。そんなこう伝染性のあるみんな慣れるんですもんね。みんな慣れるっていう。みんなが、うん、気づいた人が本当にやると、そのあなたの、ね、エネルギーが伝染していくから、もうそういう人たちがいっぱいなってほしい、うん、ねえ、うん、ねえ、生きてるうちにね、うん、極楽浄土を作ってこの世も天国か、あの世も天国に来た方がいいですね。それができたら最高ですよね。最高ですよね。うん、それやっていきますから。頑張りましょう。ありがとうございます。では、さよなら。